ノーアウトです。バッターは3番糸井。先制のランナーを出していきます。バッターは DH ブライト。ワンのランナーが出ています。走ってきた。キャッチャー投球して盗塁成功。コントロールが定まりません。打順は5番に回ってきます。ピンチの場面でしたが空振り三振を奪います。バットには当たりませんでした。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを潰す。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。
時バファローズが追いついた4回裏の攻撃になります。バッターは中田、先ほどもだとワンアウトです。バッターは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、打ちました、取りました。
一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。4対3のような日本ハムファイターズ、この回はみんなから始まります。このファイターズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。打ちました、取りました。一塁送球バファローズワンアウトです。
の打席がショック。フォアボールランナーを出しました。ワンアウトからランナー